国際ソロプチミスト坂出が主催する恒例のチャリティーバザーが今年も26日に開催されました。毎年市民ホールを会場に開催されていますが、今年は勤労福祉センターと坂出市社会福祉協議会中央地区集会場などを会場に開催されました。午前9時30分の会場にもかかわらず大勢が訪れたため、15分繰り上げて会場が開かれました。バザーで販売される商品は、会員が持ち寄ったものや手作り品、衣料品、花など多彩です。今年は14社の協賛店の出店があり、お酒や醤油、手作りパンやコロッケなど瞬く間に売り切れる商品も続出しました。国際ソロプチミスト坂出は、専門的な職業を持つ女性で構成される国際的な奉仕団体で、地域の福祉向上のための活動に取り組んでいます。心配されたお天気も味方についてくれまして、大勢の方にご来場いただきまして本当に感謝しております。私たちソロプチミストは奉仕団体でして、参入事業というのがこのチャリティーバザーしかございません。で、皆様の協力いただいた収益金でいろんなところに寄付または備品の贈呈とかいろいろさせていただいております。勤労福祉センターのホールでは、今年も岡山天満屋により食料品、男女の衣料品、カバン、靴、アクセサリーなど幅広く品揃えられ、訪れた方はお気に入りのものの品定めに余念がありませんでした。これね、エビですね。玉ねぎ入ってますよね。玉ねぎ、淡路島の玉ねぎ。こちらでは買い物の途中に一息ついてもらおうと、毎年お茶席が用意されています。また会場には坂出第一高校と坂出中学校の生徒たち25人もボランティアで商品の販売をしたり、喫茶コーナーで注文を取ったりと大いに活躍しています。坂出第一高校では生徒会やボランティア部の皆さんが地域貢献の一環としてボランティア活動に参加しています。ボランティア部です。こうやって参加してみてどうですか？参加してみて、この売る大変さとかを改めてよく、なんか大変だなとかそういうふうに思いました。地域の方々と触れ合えて、とてもいい経験になっています。国際ソロプチミスト坂出のチャリティーバザーの収益金は、地域の福祉団体や教育などの活動支援に使われたり、奉仕団体に寄付されることになっています。